オラウータンの妊婦検診が行われています。オラウータンは口を大きく開け歯の検査を受けています。おとなしいですね。耳を傾けながら慣れた様子で体温測定を受けるのは20歳のメスのオランウータン、レンボー。妊娠3ヶ月から4ヶ月です。オラウータンは飼育員に背を向け、今心臓の音を検査されています。普段検診してるんですかね。丸山動物園ではオランウータンが自発的に検診を受けるようにするためのトレーニングを一昨年から行っています。オランウータンにストレスを与える麻酔を使わないようにしているんです。自分からお腹を出して超音波エコー検査を受けています。そのエコーの画像を見てみると見えました。3センチぐらいの大きさ、力強く動く赤ちゃんです。麻酔をせずにトレーニングでエコーをやっているという事例はおそらくない、私は聞いたことがないんですね。少なくとも国内ではないんじゃないかなというふうには思います。検査の結果、お母さんの健康に問題がないことが確認されました。しかしオランウータンの生態はわからないことも多く、気は抜けません。こういう大型動物、いかに普段の健康の状態を確認するかというのはすごい大事なポイントになると思います。無事に元気な赤ちゃんを産んでもらいたいなというふうに思います。レンボーの出産予定は来年春、赤ちゃんは一般公開されるということです。楽しみですね。